2023年6月13日に発表されたオールスターの中間投票、指名打者部門で92万票余りを集めてアメリカンリーグの全体トップに立った大谷翔平選手、2位のブルージェイズのベルト選手と70万票差がつくほどの圧倒的な人気を誇っています。しかしそんな大谷選手に対し、大谷をオールスターに出すなと非難の声が上がっています。なぜ圧倒的な人気と実力を誇る大谷選手がこのように非難されているのでしょうか。今回はその驚くべき理由についてご紹介していきます。大谷選手はふさわしくない、ある記者の本音。2022年の MLB オールスターのファン投票最終結果では、大谷選手が DH 部門のトップとして2年連続で選出されました。一次投票では55万票差で大谷選手は2位でしたが、昨季から導入された新ルールによって1位のアルバレス選手との決選投票を制して大谷選手が選出されました。オールスター選出が決まった時、大谷選手はすごく嬉しいですし、もっともっとこれを励みに頑張りたいなという気持ちにさせてもらえると1位に選ばれたことへの嬉しさとその重圧について語りました。しかしこの1位選出について異を唱えた人物がいます。それは元全米野球協会の会員のホセ・ホルティス記者です。ホルティス記者はこのことについて、翔平は素晴らしい選手だが、アルバレスを差し置いてオールスターに選出されるのはふさわしくないと、当時大谷選手よりも優れた成績を残していたアルバレス選手を選出するべきだと独自の見解を明かしました。オールスター選出時のアルバレス選手の成績は打率3割1分2厘、26本塁打、59打点、 OPS1.076。 大谷選手は打率2割5分7厘、19本塁打、打点49、 OPS.833 でアルバレス選手の方が打撃3部門および OPS で大谷選手を上回っていたのです。 OPS という指標はその選手がチームの得点にどれくらい貢献できているのか、得点のきっかけをどれくらい作れているのかを数字で表したものであり、 OPS が高ければ高いほどチームの得点に貢献している選手ということになります。近年はこの OPS が特に重要視されることが多く、打撃部門の成績以外に OPS で優秀な打者かどうか判断されることが増えてきました。そのためにOPS でも下回っている大谷選手の選出を懐疑的に見る有識者も少なくありませんでした。アストロズのポッドキャスト番組スペースシティスポーツトークではコメンテーターを務めるカーター・ディクスンが、翔平を悪く言うつもりはないし不快感なんて全くない、しかし DH においてアルバレスよりも選出するに値すると見るには何か処方箋がいるとルティス記者の意見に同調しました。さらに同じくアストロズのポッドキャスト番組のノードブターで MC を担当するバレット・ブーンは、翔平は野球界で今まで見たことのない本当に素晴らしい才能の持ち主だけど、今年のアリーグの指名打者のスタメンはアルバレスであるべきだ、彼も信じられないようなシーズンを送っているからだ、翔平を投手で先発にしてアルバレスを DH に置けばいい、これで問題は解決し両選手に敬意を払うことができると、大谷選手の活躍にも目を向け、互いに起用されるべきだとの考えを展開しました。さらにアルバレス選手の母国であるキューバ野球専門メディアのロビエル・ペガ記者もこのことに言及し、信じられない、不公平な人気投票でアルバレスは翔平に負けてしまった、多くの人々がMLB オールスターゲームの先発を決める今のシステムに不満を抱いている、アルバレスに対する多くの意見はそれを表す反論の余地のない証拠だ、翔平のような素晴らしい選手であっても打撃成績でアルバレスよりも劣る選手が指名打者として選ばれるのは理解できないと、人気投票で選ばれる現行制度について疑問を呈しました。このように昨年のオールスターでは大谷選手の選出に少なからず批判の声があったのは事実です。しかしオールスターはシーズンの成績よりもファンの声が最優先されるものでもあります。有識者からの批判を受けていた大谷選手ですが、
オールスターの結果やファンの反応はどうだったのでしょうか。やはり注目度はダントツ、大谷翔平。オールスターへの選出に懐疑的な声が多く上がる中、下中の大谷選手は、去年も楽しかったので今年も楽しみながら頑張りたいなと思います。すごい嬉しいですし、もっともっと励みに頑張りたいなという気持ちにさせてもらえるかなと思います。初めてか初めてじゃないかはもちろん違いますけど、何回選ばれても嬉しいものというのは変わらないかなと思います、とコメントし、 DH 部門のトップに選出されたことに嬉しさを語っていました。メディアから多くの批判を受けた大谷選手でしたが、試合前から注目度は別格でした。恒例のレッドカーペットショーではフラッシュが止まず、試合前のフリー打撃では柵越えを連発するなど大きな歓声を浴びます。注目の試合にはア・リーグの1番 DH で出場し、宣言通りの初球打ちでサイ・ヤング賞3度を誇るカーショー投手から見事にオールスター初安打を記録する活躍。この対戦は試合前から注目されており、スポーツ専門局 ESPN はドジャースのカーショー、オールスター先発に指名されるとの見出しで、ドジャースのスターであるクレイトン・カーショーのオールスター初先発の舞台は本拠地となると報道。メジャー通算192勝の左腕は会見で、とてもありがたいこと、家族も楽しみにしている、しくじらないといいけどと、こちらのスーパースターも緊張する様子を見せていました。大谷選手はカーショー選手から放ったヒットについて、なかなかシーズンでは打てていなかったので、あまりいいヒットではなかったですけど、打ててよかったです。初球から振るつもりで、全部振るつもりでした。できればホームランか空振りかのつもりだったんですが、一番渋いヒットでした。とホームラン狙いだったことを明らかにしています。一方で打たれたカーショー選手は、センター前ヒットを許すも、フェンスを越えなかったから勝ちだ。彼はいつもホームランを狙っている。触るだけで遠くに飛ぶ。少なくともバットを折った。と大谷選手との対戦を楽しそうに振り返りました。また、ヒットを打たれた後に牽制でアウトにしたことに対しては、ただ投げただけなんだ。どの球を投げるか決めていなくて、ちょっと時間を取るために投げただけなんだ。と、決してアウトにするつもりはなかったことを明かしています。このカーショー対大谷の対決に対して海外ファンからは、盛り上がってるし翔平が楽しそう、オールスター初安打をかっさらうあたりやっぱり持ってる、ましてやあの大エースから、嬉しそうな翔平を見ているとこっちも幸せになる、楽しそうに野球やっている翔平は最高などと大盛り上がりの様子を見せました。試合前までの批判的な声が嘘のように、オールスターに出場した大谷選手は大注目を浴び、結果的に大谷選手の選出は大成功だったとも言えます。多く指摘があるように、オールスターのファン投票が成績のみで決まるのであれば、大谷選手が選ばれることはなかったことでしょう。成績が重視されるのであれば、アルバレス選手が選出されていたはずです。しかし皆さんもご存知の通り、オールスターのファン投票というのはファンが見たい選手に投票されるため、成績以外にも野球選手としての魅力も求められるということです。アメリカ紙 USA Today のホブ・ナイチンゲール記者は、最も興味深い投票結果は翔平がア・リーグの先発 DH でアルバレスをしのいだこと、アルバレスは最高の DH だが大谷の方がよりビッグスターとコメントし、打撃成績はアルバレス選手が上だが、大谷選手がスター性で上回ると持論を展開していました。オールスター開催直前には、米ニュースサイトアウトキックのポール・クハースキー記者が同メディアでこのように報道しました。翔平大谷という選手、そしてロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムの投手兼 DH の二刀流は、どうしてもっと大きな話題になっていないのか、と大谷選手の知名度について、疑問を投げかけたのです。さらに続けて、翔平より前に二刀流でプレーしたのは1919年のベーブ・ルースのみであり、100年以上もの間二刀流選手が活躍するという事実はなく、投手がわずかでも良い打撃を期待されることでさえ想像を絶することだった。私の53年間の生涯でおそらく最も過小評価されているアスリートだとコメントし、
二刀流で大活躍を続ける大谷選手の素晴らしさを改めて伝えました。これに対して海外のファンは、2021年の MVP の選出の時もそうだったけど、大谷選手は単純な数字で比べて評価するんだ。従来の枠組みで評価するのが難しい選手だと思う。二刀流をやって出した数字と投手と打者の専業で出た数字を単純比較したら、大谷選手は投打両方とも中途半端な選手ってことになってしまう。たとえ打率が1割でホームランが0でも、見たい人に票を入れるのがファンというものです。ですのでファン投票では大谷選手が選ばれたのでしょう。やはりオールスターで生の大谷選手を見たいと思っている人が多いということなのです。オールスターはファンが選ぶわけで、ファンが選んだならそれが結果であり、成績で選ぶというのであればファンに投票させる必要はなく、機械的に選べばいいですからね。と選出された理由を冷静に分析し、ファン投票の結果を受け止めるべきだと理解を示していました。このように大谷選手を批判する人もいた一方で、納得する人が多くいたのも事実です。シーズンの成績を重視するのも大事ですが、やはりファンを魅了してくれる、ファンが見たい選手を選ぶのがオールスターの魅力だと再認識させられました。オールスターに選出された日本人メジャーリーガー、2022年のオールスターには大谷選手のみならず、パドレスのダルビッシュ有選手、マリナーズの菊池雄星投手も選出されました。日本人選手が3人選出されるのは、2014年のダルビッシュ、田中将大氏、上原浩二氏以来となる8年ぶりの快挙でした。過去の日本人メジャーリーガーを振り返ると、日本人として初めてオールスターに選出されたのは1995年、ロサンゼルスドジャースからデビューした野茂英雄氏。野茂氏は当時シアトルマリナーズに所属していたランディ・ジョンソンと共に先発として投げ合いとなりました。それ以降、投手としてはマリナーズ、佐々木和弘氏、長谷川茂俊氏、レッドソックス岡島秀樹氏、ドジャース斎藤隆、レンジャーズ時代のダルビッシュ氏、マリナーズ岩隈久志氏、レッドソックス上原浩二氏、ヤンキース田中将大氏がそれぞれ選出されています。一方、野手として初めて選出されたのは2001年のイチロー氏であり、初選出以降10年連続で選出され、日本人最多出場記録を持っています。その後、2003、04年に松井秀喜氏、08年に福留孝介氏が選出されましたが、 DH 枠として選出された日本人選手は大谷選手が初めてです。今年のオールスターは出場確定か。2023年シーズンも開幕から二刀流として活躍を続けている大谷選手。そんな大谷選手は今年のオールスターには出場できるでしょうか。まずは6月15日現在の大谷選手の成績を確認してみましょう。打撃成績は打率2割9分クリーン、21本塁打、52打点、OPS、.987、投手成績は5勝2敗、防御率 3.32 と、いずれも好成績を残しています。現在、DH 部門で1位になっていますが、これほどの活躍を見せていれば、今年のオールスターへの出場については異論はないでしょう。そして WBC で MVP に輝くなど、さらに人気が出ている大谷選手は本拠地だけでなく遠征先でも大人気となっています。4月16日にボストンで行われたレッドソックスとの試合では、球場から出てくる大谷選手を見ようと出待ちするファンが殺到。敵地にもかかわらず、ファンが溢れた珍事に米メディアもこぞって注目しました。エンゼルスの地元放送局バリースポーツウエストで実況を務めるウェイン・ランダゾ氏は、彼はロックスターであり、象徴であり、最も需要の高い選手と自身のツイッターに投稿しました。敵地に行っても多くの人々から尊敬と注目を集める大谷選手。今年は成績でも圧巻の数字を残して、文句なしでオールスターに選出されてほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。